はい、こんにちは。東大合格受系人の時田博之です。今回は2023年の東京大学の科学の大門さんの後半の問題やっていきたいと思います。さあ行きましょう。さあ、最後の、えー、大門の、えー、問題です。えー、っと、大門さんの前半であったり、大門1、大門2に関しては、す、え、で、ー、に解説してますので、概要欄の方に、えー、ぜひね、えー、見てない人はチェックしてください。では、早速行きましょう。えー、この最後の問題は、コロイドについての問題でした。 これ非常にですね、読み取りそして計算というのが結構大変な問題だったので、本番で解くにしては結構大変ですので、他の大本の解きやすいところですね、非常に埋めて確実にしてからこっちの問題解いてほしいなというふうに思います。本番ではちょっとあんまり手を出すところではなかったかもしれませんね。では行きましょう。 今回最初にね、えー、言っている問題は、はい、H に当てはまる語句を答えなさい。またその理由を図3の5の反応に基づいて述べなさいというふうに言っています。はいえー、H っていうのはここなんですが、まあ、今何してるかって言ったら、コロイド溶液の、ねえー、説明が書いていて、えー、っとこれは、えー、っと水酸化鉄3の、えー、粒子を 53.4g パーリットルの ノートで純水中に分散したコロイド容器を用いてますよというふうな話をしていて、この電荷がこの可逆反応によって pH に応じて変化するよというふうに書いてます。水層の5はこれですね。はい、粒子があって、えー、それがあ水素イオン、ね、えー、つまり酸性にえっと近づいていたこの OH になって、さらに酸性に近づいていくと OH2 のプラスというふうになっているよという感じ。 になってますで逆に o h マイナス水酸化物塩基の方向に行くとっていうこういうね可逆の反応になってるよって話です。でどうやらこの真ん中の OH の部分が、えー、と電化でいったらプラマイゼロの状態ですので、まあ、これが多分、えー、と一番安定している状態というか、えー、プラスにもマイナスにもいってないような状態だなというのはもう読み取れます。で条件見てみると コロイド容器の pH を3.0に調整したというふうに言っています。えー、で、それ電気へ移動した結果、粒子は何,何々極側へ移動したというふうに言っています。えー、ということは、これ3.0ということは酸性側に言っているわけですよね。えー、これはちょっともうちょっと言うと、粒子全体の電荷が全体として0となる pH、等電点は7.0でしたというふうに言っています。これ非常にあの優しいというかね、えー、説明しっかりしてくれているので。 ここを基準にすると、等電点,点よりも酸性側にこう近づいていますよね。えー、ということは、このコロイド粒子の、えー、ところのこの OH2 のプラスのところですが、はい、このヒドロキ式の部分が、えー、OH2 プラスという静電荷に帯びていますよね。えー、ですので、陰極側に移動するよということがわかると思います。なので、まあ、陰極がまずは答えなんですが、ポイントとしては、等、え、電、ー、点,点よりもあの 当然点7.0ですよね。と、えー、pH3.0。これを比較したら酸性側にいってるよねっていうのが一つポイントで。で、OH2 プラスという静電化パワーを帯びたものがの割合がね、多くなってるよって。これが二つ目のポイント、えー。だから陰性側に行くよというところなので、その2ポイントがかけていれば OK かなと思います。下線部4、えー、に関して、その理由を3の5の図をもとにですね、 答えなさいといとう問題でしたある時点で沈殿を生じたというふうに言っています。沈殿を生じるっていうことは、えー、これどういうことかこの,、えー、とこのコロイド溶液に今酸性に傾いているものに水酸化ナトリウム水液が徐々に添加していたところある時点で沈殿を生じたというふうに言っています。えー、ということは、えー、このプラスとマイナスっていうのがこう中和されるような状態になって凝縮、えー、したという。 業績がが起ここったよとということがまあ言えるわけですねじゃあ、その3.5を踏まえて説明してみると、なんで、ポイントとしては、ここの3の5をちゃんとあの説明しているっていうところですね。OH2 プラスっていうのが OH に変化するよと。えー、っていうのと、pH っていうのが3.0から大きくするよ、ね。それに伴って、今言った表面のヒドロキ式の部分の OH2 プラスの割合が減って OH。 の割合がね、えー、増えていくとで。それによって、えー、電気的なその反発っていうのが少なくなって、えっ、ー、と、業績が起こるよとか、あこの、えっ、ー、と、この業種しているね、えー、状態を抑えることが、まあ、できなくなる。まあ、そういう言い方でもいいでしょう。えっ、ー、と、今言ったような感じのところ、まあ、4ポイントかな、あがちゃんとかけるかなというところでした。では続いて、クルーのを問題いきましょう。河線部5に関して、 この結果から推定される液面の高さの変化がなくなった後の U 時間左側のコロイド溶液中の粒子のモル濃度は何モルパーリットルですかと、はい。で、下線部ゴーって言ってますの、ね、で、そこを見ていきましょう。半膜であ実験2で半透膜で仕切られた U 時間の左側にこれですね。はい、いわゆる U 時間で半透膜があって、こっちコロイド溶液で、えー、この反対側は純水だよというふうに言っています。はい、で、えーと、10ミリずつ中入れたと。 駅面の高さの変化がなくなるまで待ったって、こうやってあのバランスが悪くなるって感じですね。これで容器の方がぐわっとこう上がっていくると。左右の駅面の高さの差が、デルタ h は 1.36cm になりましたって言ってます。ここの差ですね。ということは、えー、これ、えっと、いわゆる水銀柱っていうので考えなさいっていう問題、えー、そこの、えっと、どれぐらいの密度なのかとか見ていきましょう。あの ここに高野のねハトマートクの話だったら浸透圧なので水分中で考えていくっていうのがまあ基本ですよねさて今浸透圧に関するものですので、えー、これは何を考えなきゃいけないかって言ったらファントホフの法則にえ基づいて計算しなければいけませんね浸透圧でやっぱ考えたいところです、はいえー、ファントホフの法則で言ったら浸透圧になりますよね ここの浸透圧の部分を、えー、考えてみると、えー、先ほど言った浸水銀柱でね、えー、考えてい、えー、きますと。えー、水銀柱なので、水銀の密度、ここを考えてみたら、密度が1 3 6 g ートルに対して今 1.36cm っていう、えー、非常に計算しやすいようにできていますね。で、えー、と、ここから、えー、と、大気圧と 水銀柱のこの高さの部分を考えなければいけませんので、それがここに書いてますね。水銀柱の高さ76なので、これがベースとなって、76分の、大気圧が 1.01×10 の5乗パスカルだよっていうふうに言っている言ってます。はい、ここまでね。 えっと、で、ここから計算したいわけですね。これで浸透圧ここ出ましたから、えっ、ー、と、体積 NRT 考えたいと。まあ、ですが、今求めるのが、えー、モル濃度計算しなさいっていうふうに言ってますね。ということは、ここの体積が、えっ、ー、と、ここ、体積分の、まあ、V 分の N と、えー、物質量という感じで計算して、ここ、濃度で。 計算しますので。濃度大体 C でね、計算します。えー、かける、えっ、ー、と、R、期待定数が、えっ、ー、と、8.31か。かける10の3乗パスカルっていうふうに言ってます。えっ、ー、と、ですので、8.31かけ10の3乗。で、えっ、ー、と、温度があ300ですね。なんで、この計算をしていきましょうっていうふうになりますが。 計算していくと、えー、この C、えー、っていうのがうだいたい、えー、5.33×10 のマイナス5乗ぐらいに、えー、なりますので、えー、今小、えーっと、2桁だけ、有効数字2桁ですので、8.3×10 のマイナス5乗と、えー、モルパーリットルっていう感じで計算がいきます。いいでしょう この、えー、と式をですね、いろいろこう、あの、作り変えたりとかね、していかなければいけませんが、えっ、ー、と、今何を使うのかとか、あどの法則を使うのかとか、というのがね、ちゃんと分かってなければいけません。計算は少し大変ですが、この分ね、えっ、ー、と、あの、浸透圧の,あの考え方というかね、えー、性質からすると、ここまではね、結構簡単だったんじゃないかなと思います。 えでは、K の問題行きましょう。下線部6に関して、粒子の半径 1.00×10 のマイナス8乗メートルと仮定した場合の粒子1モロあたりの質量は何グラムかっていう話ですね。これは結構厄介だった問題かな。はい。ちょっと慣れてないと言っちゃって意味が分からないというふうになりそうですが。えっ、ー、と、6番は、えー、粒子の半径によらず、粒子の組成は FeOH3 と。 粒子の単位体積あたりに含まれて鉄酸イオンの数は 4.00×10 の4乗モルパー立方あーメートルとであるものとしますっていう話をしていますね、はいえー。というところからちょっと考えていきたいですが、今求めたいのは、えー、っと、コロイド粒子1個中に含まれるこの物質量っていう話ですよね。ですので、えー、っと、FE 原子の えー、物質量かける、えー、×個数 6.02×10 の23乗個。えー、これが、えー、とコロイド1粒子ね、えー、月、えー、含まれている FE 原子の、えー、と個数になるわけです。あ、これ、えー、とコロイド、えー、と1粒子に対してね。 一粒子の FE 原子の物質量っていう話なんで、コロイド一粒子がどれぐらいの高度の大きさなのかっていうのをまず見ていきましょう。はいえー、そうすると,、えー、と、コロイド一粒子の、えー、と大きさってことですが、半径が1.00の、まあ、球体として考えていいですよっていう話なんで、要は3分の 4πr3 乗、これで体積出てきますよね。今、えー、と半径が 1.00×10 のマイナス8乗なのでこれを参乗したものっていうのが体積になります。はいえー、とで、えー、ここに、えー、と今、鉄、え、酸、ー、イオンの数ですね、体位体積あたりに含まれているのが、えー、4.00×10 の4乗モルパーリットルですよっていう話をしているので、えー、ここの個数だけ、えー、あるわけですね。 えー、そうすると、3分の 4π×、えー、ここは10のマイナス24乗なんで、えー、10のマイナス20乗か、えー。それに4倍された3分の 16π×10 のマイナス2乗ということが言えますね。はい。まあ、通常よりはなんかすごく少ない感じしますが。 で、これに 6.02×10 の23乗項を計算してみると、えー、それで個数がね、えー、出てくるというふうになります。これ計算してみると、えー、6.02をここに代入して計算していくと、あ3分の、えー、96.32×10 の3乗パ、えー、π 項あるわけですね。 あとは、えっ、ー、と、ここですね。じゃあ、あと、ここで個数、これ分かりましたんで、あとは、その質量、出していけばいいわけですよね。えー、で、これにかける、えっ、ー、と、FeOH3 って言ってますから、OH ね。OH が17で、えー、これが3乗なんで、かける3で、えっ、ー、と51、5 1で、えっ、ー、と、鉄が55.8。えー、ということなんで、Fe がこういくっつくと、 えー、55.8で106.8になりますよね。はいえー、ですので、ここに1 0 6 8 g、えー、ーモルの、ねえー、計算、そのまま、モル質量を、えー、考えてみると、1モルあたりの、えー、質量としては、えー、これを計算していけばいいということが分かりますで。これ計算すると、だ、え、い、ー、たい 1.1×10 の7乗グラムぐらいになります。 これも結構ね、計算大変ですが、こんな風にやっていくわけです。いいでしょうか。はい。では、あこんな感じでね、えっ、ー、と、今からどういう設計にするから、どの計算にするのかっていうのをね、ちゃんとできてほしいですね。ここは、体積は球体で考えていきますので、えっ、ー、と、π で,でできますが、あちょっと工夫して計算していきましょう。では、続いて、この問題です。ここは、i に当てはまる値は、1.00×10 のマイナス80より大きいか小さいかっていうのを理由と、 とともに答えなさいという問題です。えっ、ー、と、i は、この r 番は、〜何々メートルと算出されます。粒子の半径についてね、えー、言ってます。ここから、これからって言ってますので、えー、先ほどのこの計算を用いて、えー、考えていけばあ出ますよというふうに言っています。でこれね、何をね、えー、考えていけばいいかって言ったら、先ほどのあの、えー、っと、質量とかね、考えてやっていきましたが、要はコロイド粒子が 1mol、まあ、あ,ある時の質量が何グラってこうやって計算できましたよね。で、えー、その半径、えー、がこの 1.00×10 のマイナス8乗で計算したところを、よいしょ。えー、つまり、えー、R1、えー、で考えた、えー、質量。 えとこの 1.00×10 のマイナス8乗で、えー、考えた、えー、質量を測ったときに,時に、まあ、こういうふうな関係性があできていたらこっちの方が小さいよねっていうふうに言えますし、えー、こっちだよって言ったら、まあ、これよりは大きいよねっていうふうに考えますので,であれまで考えたときには質量、えー、と今までやってきたときの、えー、質量を 出してていけばこの比較ができるよねって話になりますただ、この半径だけで見て、うん、どうなのかなって調べるのはちょっと難しそうなので、えっ、ー、と、先ほどのこれよりっていうあの文章を読み取っていくと、ああ、やらなきゃいけないことが何なのかなっていうのが分かってくると思います。で、えっ、ー、と、これで考えてみると、コロイド粒子がえと何モル存在するかによって、その質量っていうのが分かってきましたよね。さっき計算するとき。 じゃあそのモル数、物質量っていうのを、えー、計算して求めていくことにしましょう。じゃ条件としてはあ、最初コロイド粒子っていうのが、えっ、ー、と条件としては、えー、53.4g パーリットルのね、えー、濃度で、えー、やってみますね。このコロイド粒子の質量をね、考えていくと、えー、53.4g マイリットルっていうこの濃度をかける えっと、量がどれぐらいかって言ったら、10ml っていう話でしたよね。えー、ですので、1000、まあ、分の、まあ、ということは10の3乗分の、えー、10と、10ml だよ、というふうに計算しますので、えー、これは 5.34×10、えー、の、えー、マイナス1乗とういうことがわかります。まあ、0.534というグラムのね、 えと必要だということがままず分かりますで今、えーと、この溶液の、ねえー、と体積っていうのが、まあ、最終的にこれどうなってるのかっていう話なんですが、最初は、えーと、この浸透圧ね、起きる前っていうのが、えー、と10ミリリットルずつだったわけですけど、えー、とここのお半透膜で仕切っていって、高さがこう変わったわけですよね、1.36センチっていうふうに、えー、となったわけです。 ですが、ここの差を考えてみると、駅面のこの移動っていうのが、えっ、ー、と、1.36移動したってことは、えー、ここの差が1.36ってことは、ここの、えー、半分ですね。えー、つまり、1.36なので、えっ、ー、と、0.68、えー、センチメートルですね。えー、っていうのが、これの、えっ、ー、と、駅面移動量なわけです。 0.68移動したら、まあ、ちょうどこれね、倍、えー、の1.36になるわけですよね。ということは、えっ、ー、と、これ、移動してきた分がどれぐらいありますかっていうと、えっ、ー、と、10ミリ分の、えー、そこから計算していくと、えー、0.68分ね、えー、移動してきたよっていうふうになりますで。断面積のところが、えっ、ー、と、1.00平方センチメートルっていうことなので、 えー、かける1.00ってこれで計算していきますね。これだけの体積移動していきますから。ということは、えー、これそのまま10たす0.68なので10.68ミリリットルと。これだけ、えー、と変化していきましたよってことが分かりました。で、えー、これさっき濃度のところが5.33、えー、かける10のマイナス5乗モルパーリットルっていうのが分かって、 この濃度に、えー、今、体積分ですね。10.68ですから、10の3乗分の10.68ミリリットルのところのね、えー、計算式になります。平行状態でのコロイド粒子の物質量っていうのが計算できますね。これでモールあそうすると、えー、10の30、10の、えっ、ー、と、ここで10のマイナス8乗になるかな。で、これ 10×6.8 の、えー、っ計算してみると、 でこれ計算します。しょうって感じですが、これね、えー、っと、この理論値っていうので見てみたら、これかなり綺麗なんで、ここをできるだけちょっと計算せずに、そのままちょっとやっときましょう。そのままこんな風にね、えー、っと、えー、1.068×10、えー、倍ね、えー、考えてみると、これ10の2乗になって、 相殺して考えると10のマイナス7乗ってこんな感じの値になりますと。これのモル分ですね。で、コロイドが、ここね、えっ、ー、と、コロイド、コロイド粒子が、えー、これだけね、これだけ存在すると。存在したときに、えっ、ー、と、今考えるのが、えっ、ー、と、0.53。 534g あるよっていうふうに言ってるわけですよね。ということはこの R1 で考えた質量っていうのは、えー、計算してみるとえっ、ー、と質量が 0.534g に対して、えー、このモル数ですかこれで割ってやれば 5.33×1.068×10 のマイナス7乗ってこんな感じになるはずですね。 はい、で、これちょっと見てもらったら、えー、ここの分が、えっ、ー、と、5.33と0 5 3円とかなり近いですよね。えー、10分の1ぐらいです。で、1.068ここにかけ算すると、全体としてここ10分の1ぐらいになりますね。ざっくり今計算します。10分の1ぐらい。えっ、ー、と、かける10のマイナス7ということは、10の7乗ぐらいになる。ということになります。10分の1かける10の7乗ぐらいになるよってことが言えますよね。はい。 で、えー、じゃあ、こっちの 1.0×10 のマイナス8乗、こっちで計算してみると、質量いくらだったかって言ったら、これって 1.1×10 の7乗ぐらいでしたよね。さっき計算したところで言ったらね。はい。あの、1個前の、K の問題で。じゃあ、こいつとこいつ比べたときに、こっちの方が明らかに小さいわけなんで、こっちになりますよね。はい。ということは、えー、っと、この10のマイナス8乗よりも小さいですよっていうことが言えるわけです。 さっきのここの計算、まともにやってると大変ですが、こういうふうにざっくりと計算すると、これぐらいだっていうふうに、えー、推定できますので、これとこれ比べたら、明らかにこっちの方が小さいですよねって、えー、いうことができますので、まともに計算する必要はないというとこが言えます。今回はこんな感じで、えー、考えられるので、えー、ちゃんとね、やっておきましょう。 この問題は、実験2と同様の、えー、と実験を粒子の質量濃度が同じく5 3 4 g ル半径 R が R1 よりも大きい水酸化鉄酸コロイド溶液を用いて行ったとする。得られる ΔH と R の関係として最も適切なのをこの中からまあ選びなさいという問題ですね。はいえー、かなりこうパターンありますが、えー、上がっていくのか、まあ、同じぐらいなのか、下がっていくのかって、まあ、曲線上でこうやって下がっていくのかっていうので、 え横軸 R、縦軸はデルタ h で、えー、これで考えていきましょう。でえー、先ほどにちょっと議論から考えてみると、半径 R の部分が大きくなっていくと、えー、その3乗ですね、えー、3分の 4πR3 乗で、その3乗に比例して、コロイド粒子の物質量がこう減少していくよっていうのがあります。で、それにもとあのそれに伴って、えー、浸透圧の部分は、反対 えー、してていくかっていうとそこまでちょっと言及するのは難しいかなと思いますね。えっ、ー、と、浸透圧のところでは実は体積、部位のところも考えていかなければいけないので、えっ、ー、と、一時的にそうやって説明してしまうとちょっと不十分な感じはします。ただ、えっ、ー、と、今、えっ、ー、とここ、そこまでね、ちょっと伸びえると、大学の科学とか、ちょっと微分のね、えー、微分方程式とかちょっと考えたりとか、えっ、ー、と、 えー、この近似式とかね、ちょっと考えて計算しなければいけませんので、かなり考えるのは大変かなというふうに思います。なので、えー、っと今言ったところからね、えー、先ほどまでの、えー、FeOH3 の物質量であったりとか、コロイド粒子1個分に含まれてるその個数とかあ考えてい、えー、ったときには、えー、このデルタ H のね、えー、ところとこの半径っていうのでいったら、 あ半径が大きくなっていけばいくほど、えー、っとこのデルタ H の値っていうのが、急激にこう、ぐわーってえ。ということで、反比例するっていうところまではちょっと言及するのは難しいんですが、えー、急激にぐわーってこう変化ね、えーっと、小さくなっていくっていうのは分かりますので、えー、っとここで書いてほしいあの、答えとしては5番になるのはすぐ分かると思うんですが、えー、っと理由としては、この半径が大きくなっていくと、 コレド粒子の物質量っていうのが、この R3 乗にね、えー、比例して減少してって、それに伴ってこのデルタ H っていうのが急激に減少していくっていうところから5番を選ぶぐらいでいいんじゃないかなと思います。あんまりこう、詳しく言及しようとするとかなり時間が足りませんし、そこまではちょっと求めてないんじゃないかなっていうふうに思います。はい。っていうところで、えー、5番が答えたというところでした。はい。いかがだったでしょうか かなりね、ここ考えなければいけない。厳密にやろうとすればするほど、かなり難しい分野だったかなと思います、はいえー。今回でですね、2023年の科学の解説が終わります。えー、皆さんの中でね、えーと、こういうふうに自分は考えましたっていうのがあったら、ぜひコメントに、えー、いただければと思います、はい。それでは、今回は以上です。えー、チャンネル登録、高評価、ぜひよろしくお願いします。それでは、お疲れ様でした。バイバイ。